逃げましょう。誰も近づけないところまで。ね、田舎に小さな家を買って幸せに暮らす。なんだよみんな。恋役職。ぜ。おお。目指せ。まさか。さあ誰が来るかな。え？よ。竹七。まあ竹まま。キャベ。肉。肉キャベ。お、お、どうしたのマオくん。やばい、やばい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 。ああ、自爆がちょっと怖いから。やばい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 。今面白いこと。人が集まっとる、人が集まっとる。これ、これ何や。死んでもった。いや、おい、いや、間違いなく自爆でしょ、これ。自爆やな、こっちは。自爆やな。えら、悲しい犠牲者が。これは自爆ですね。絶対自爆だ。名推理。つか、自爆どころじゃない、これ多分大爆発だ。大爆発だ、ね。うん。おぉ、丸。マルマインがいたね、この中に。はいはい、元気出してこ、元気出してこ。おはいはい、おー、切り進んでるよ、切り替えてこ。怖い怖い怖い。これでも簡単に言うとインポスターは一応地位。うん、うん、まあそう。え、大爆発場所どこなんすか。多分証拠左じゃない。証拠機もあの階段登ったところ。あー、ミーティングな。まあ、ミーティングの左側。そんなところでこいつらガン首揃えて何やっとったんや。あー、リアクターがボタンさ落としたのか。あー、リアクターか。うわ、うまいな、すげえ。リアクターでなんか嫌な予感がして、私は金庫室あたりにふわっと逃げて、竹雄くんは右の方にプルプルでちょっと逃げ始めてみたいな、なんかそんなわちゃわちゃがあった。察してたんだ。いや、人が多すぎたからね。何が起こるなって肌で感じてましたよ。肩出てるもんね、確かにね。肩出てるから。センサーそこなんや。なるほど。まあでも、まあ自爆したんだったらもう多分この事件は迷宮入りだよ。もう。うわあ。この事件は迷宮入りだ。なぜなら犯人がいないからね。いや、迷宮入りするのはいつも僕たちです。なるほど、うん、みんなまだまだ未来が残ってるよ。まだみんな元気出していこう。すごいぞ。まだ可能性は無限にあるから。まだ未来は残ってるよ、みんな。ああ、まあ、果たしてどうかな。ラスボスや。俺たちが今日せなあかんのは未来を見るんじゃない、未来に意思を届けることなんだ。おお、その通りや。うん、ファンキーさん、それ一票。はい。おお、これもうあの怖いもんないから、もう何でも一生続けれるぞ、このルール。何でもいいぞ、これもう別に。みんな未来見てこ。残っちまった。残っちゃったな。そうなんよ。まだされちゃったもん。神の采配が俺たちをこの地に分かった。あー、やばい、残っちゃった、残っちゃった、残っちゃった。これで、あつ、あの人来るっぽいな。あ、死体を探した方がいい。確かにそれが一番いい。ムズさん、こっち来てください。ね、ファンキーさんはね、マジでクルーだと思うわ。ずっとね、アーカイブでタスクしてたから。あ、なるほど。あれ、ウィンクの声が聞こえる。あれ、竹雄さん、竹雄さんいますよね。いるいる。え、いない。ラブラブ。あ、見えないんだ。あら、行く行く行く。ちょっと頼む、来て。行く行く。そういうことか、近す。あ、来た。3人いますよ。はい、います。せーの。お、すごい。必要なのです。
どうですか見えます見えてますよね。ここで私が見えてる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 。でも、まあ、さんが見えた。見えてる見えてる。あ、おにき見えた。おにき見えた。おー、オッケー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 。あっあ、これ二人につくのか。なるほどね。おお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 って。これボタンの人ですよ、トータスさん。あ、なるほど。いや、さっきやっぱり未来に意思を届けるんやって、届いた意思やっぱりまた繋がなあかんなと思ってボタンを押させてもらいました。かっけえ。かっけえ。スロットの出てきやがる。なんてこった。え、ちょっと、だね、うん。真面目に考えると、一人外が落ちてるんですよ。絶対に自爆してるから。まあ、なるほどね。なんで、そこにキューピッドが巻き込まれてくれてたら、多分恋人まだ作れてないから、あと一人外で終わりかなって。ああ、神が多分。あ、そうか、神様がまだ残ってるか。え、これ神の貫だけ、はい、あ、そうか、神も貫だけ。神も貫だかのか。ああ、そうか。神、あ、でもキューピッドが生き残ったら、今からキューピッドを恋人を作るっていう。そうそうそう。だから、今から恋人作った段階でもう恋人陣営の勝ちです。うわやば。おお。これこういうところで作ろうとしてもね作れないもんなんですよ。これがね。え？なるほど。なんか野球中継の解説の人？え？いる？今いた？阪神戦やろうな。阪神戦の解説の人いた？ちなみに神ってさどうやって特定すんの？俺らにその方法はあんのかい？あ、ごめん、もうちょっとスキップはしちゃったけど、なんで？なんか概念につながるような話になってる。本当だな、神ってどうやって特定するんだ。まあでも神の存在なんて誰がどうやって証明するんだ。神、いや神も自爆で死んでるんじゃない？まあ、その可能性はあるし、神は役職が見えてるから、あの人外からすると自分から逃げていく人がいるなっていうので分かる、ね。でも逃げたオニキや。オニキか砂ザメさんや。あ あ, あ砂鳥さん神だからもうここはえそれでえそれで言うと鬼木が砂鳥さんって言ったのは誰ですか？トータスさん、うん、自分から逃げてたってことかい？いや違う違う違う、あの先あの自爆魔から避難した人がその2人やって言ってたから。ああそうだな。でなるほど、ね、結構自らでもその発言はしたのであんまりそこまで深い意味の発言ではなかった、まあうん、どっちかっていうと人の集まるところに行かないかなとは思うけど、ね、そうね、なるほどね。その明らかに昇降機の左がもう人だったんですよ、うん、で神の話したんも砂ザメさんやったから砂ザメさんあんまりないかもって思ってる。あっ敵へ敵やん。でも俺たちって神のことも分かってるかなちゃんと。うわいい響く響かぬ本当は。あ、見えと。ちょっと。チュッチュラブラブチュッチュ。集めるか。あれ？あ、ムツさんいんの？ムツさんどこだ？あれあれあれ。あれムツさんどこいる？あ、あれ？あ。ここですよ。今あの今チューしてます。あ、ほんと？チュ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 距離で言うとチューしてます。砂ザメです。やつを殺しましょう。あー、いた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 。あとトリッピーを探して、トリッピーと一緒に砂ザメ、うん、おお、竹を打つ、うん、おお、びっくり。逃げましょう。ちょっと誰も近づけないところまで、ね、そうだね。行こう、あんなやつほっといて。私たち子供と一匹のペットに囲まれて幸せな家庭作った。田舎に小さな家を買って幸せに暮らす。そうよ、この飛行機で向かってるのはその田舎に向かってるわけ。おお。うわ。あれあれ。あら死ぬやん。やっぱ白っぽかったから死んだのかな。かも。あらあやってもった。あの神を探してたからもしかしたら神罰かもしれない。ああイカロスや。そうだし。今誰が。
え、スーパーファンキー君はこれは発見ボタンどっち？ボタン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 か。いた、うん、ちなみにミーティングルームに誰かいた？誰もおらんかった。あ、僕とムツさんいるよ。あ、いますいます。ちょうど登ってきたところ、うん、でも。ああ、そうなんだ。ってことは砂染さんちょっと前どこにいた？貨物とか。アーカイブの後に右の昇降機で、その後にシャワー機メインかな。多分貨物に何か5秒前ぐらいにいた人っています？貨物は行ってない。でしかも多分その竹をもう一人と何かアーカイブでシャワー室から行った時にあった気がする。そっか。アドミン見たんだよね。おね、6秒前か7秒前ぐらい。神の神器と言われるあのアドミンですか？そういうことですね。なるほど。神の神器って呼ばれてる。エンジン2が多分竹を持つだと思うんだよね。うん、うん、でもう一個あのミーティングに2つあって、あと貨物にあったんだよね。うん、おスーパーファンキー君、いや砂鮫さんが貨物にもしいたんだったらスーパーファンキー君切ってボタン押したのかなと思っちゃったけど。やったんだろ。いや、分かった。じゃあこれでわし死んで分かんのかな。え、どういうこと？まあでも貨物が死体位置でほぼ確定なのかな。トリッピーのアドミン、神の神器の神の神器。わしゲッサーやから誰か撃ちたい人言って撃って死ぬわ。砂ザメさんじゃない？太鼓さん。砂ザメ投票。これは俺たちの銃口は誰に向いてんだ？違う。そうだよな。砂ザメ飛ぶような。あの一人だけ今これ令和の冤罪、本当にマジでやばい。本当に今これでファンキーを撃つことによって完全に私に冤罪を向けたよ。でもね、私たちの船に一人いらないやつがいるの。本当なの？いらないやついるよね。僕がくっつけた二人を邪魔する砂ザメ、あいつ邪魔、消えろ。なんのかもう。これから新世界を作るんだ。金目に行ってくるわ。あ、キュピオが二人いる、もう完全に。あ、もう積んでキュピオが二人いる。ダメだわ、もうキューピー。すげえ、キューピー、こういうことか。じゃあわしも負けんの確定してたってことか、これ。いや、きつかった。勝てなかったんだな。うわー、もう固まってたんか、もう。うそー。ああいう、あ、そっか、恋人たちの集いだったんだ。邪魔者は消えたようだね。なるほどね。そっか、じゃあ、もう神から私がラストインポスターなのは消えてたのか。手のひらの動かしやがって、ちょっと。でかくね。いいな。天能力者役職つけていいな。俺が全てを破壊する。さて、まさかこんな役職になるなんて。映画。なんだぜ。トリッピーバカおもろいってボタン言ってました。はい、上下に侵食しすぎじゃね、トリッピーの方が。体のライン、ボディラインが見える。ボディラインな、あれ。本当だ。側よりでかい。どう圧縮されてんねん。じゃあみんなアマース頑張ろうね、今日。おお、うん、やろう。おお、おお、みんなの元気な声が聞きたい方からボタンを押しました。やっていこう、頑張ろう。キャプテンだってライバー野球部かサッカー部の。そう、全国行こうな、みんな。おー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 、温度差がやばい。都大会ぐらいでいい人が混じってるな。温度差がある運動部が一番悲惨だから。万年2回戦前の俺らがやれるわけねえだろうつって。お前らにはついてけねえよ。ジャンプが逆らった人もいる。昭和の暴力出すぞ、だったら。昭和の暴力出すぞ。俺に5枚戻るか。やばい、おっちゃん狩りされる。暴力なんだよ、このクソダリーノリ。おー、7名。平成がある、平成が。あ、コーチした人だ。何名って何よ。何名って何ですか。
まあ予選1回戦で負けちゃったけど、わっついわちょう、予選1回戦で負けちゃったけどさ、俺たちよくやったよな。データサッカーする人や。あいつら今年ベスト8ぐらい行くんじゃねえのか。あ、直らん、そんなやつらにここまで競ったんだからもう十分だろ。な、データサッカーやってる人おるんよ。実質都大会出場みたいなもんでしょ。あ、え、え、ん？ちょっと待って、いつ？まずい、恋しちゃった。おい、やばい、田所パン継がねえといけねえんだよこれ。このままだとよ、おい、高校出たら田所パン継がなきゃいけなくなってんだこれも。まずいって。誰だよ、誰一体誰よ。誰データサッカー、データサッカー終わった。あ、頑張って。データサッカーの竹雄くん、誰、インポスターは誰だい。全然知らなくて、ただ僕高校出たらパン屋に就職しないといけなくて、実家のパン屋継がないといけなくて。パン屋の人やった。誰もいない、誰もいないよ。誰もいないんだ。なんかめっちゃ死んでそうな気がするけど大丈夫かな。めちゃくちゃ死んでそう。バイタル見ようかな。バイタル確かに。バイタルでも見よう。あ、あの子だ。あいつやってんじゃないの。あ、いや、全員生きてる。全員生きてる。本当にめちゃくちゃ元気や。これ固まってそう。全員生きてるよ。マジ？白すぎてください。何これ、どういうこと。これ画面白角だな。画面を白角とする。画面白角。でも多分画面神だぞ、本当に。神だなこれ。いや画面白角。神か。今日神プレイ多いもんな、神。神は神。神神だから釣らない。一、まあ、回ビルゲッサーで打ってみるとか。あ、全然。神に逆らうと死ぬからな。いいじゃない。イビの方。イビルの方。打てるもんなら打ってみろ。打てるもんなら打ってみろ。一人じゃ死なねえぞ。右手に神玉。一人じゃ死なねえぞ。恋人いるくない？一人では死なないじゃない？俺が死ぬときは一人では死なないぞ。思いつかなかったやつだ今。つられかかえ。危ない。おかわりしたもんな。右手に早期弾みたいなやつ持ってる。早期弾。まず誰もいないやつかこれ。早期弾やめろ。どうやら殺せないようだな。ああ。おにきが神さんといつも同じとこに。ムツさん、ムツさん、ムツさん、ムート、ムート、あ、ムート、ヌートバー、ヌートバー、ヌートバー、何？役職くれ、え？役職？待ってね。なんもねえんだ俺。ちょっと待ってね。なんかこれクルメイトだな。うっせえな。会社で隣の席にいたらぶっ飛ばすタイプの人。今ちょうどそうっすね、恋人枠が空いてるんで、どっかとマッチングさせることはできるかもしれないですね。あ、お願いします。年収が今380万で、はいはい、年齢が32歳で、110万あります。相手方の年齢はだいたい20代前半がよくて、んで、あ、ああ、怒られる。ああ、爆発したでしょ。違うかな。これは神が死んでる。神死んでるけど。かな。まあ、ボマーじゃない？なんか死に方がボマー感ある。ボマーが恋人死もあるね。ああでも3人は恋人切ると普通切る、普通切る。でもどっちにしても1、2の切るか。うん、マッチングアプリやってて、うん、あ、確かに聞きたいね。マッチングアプリやってたんで、ま、魔王竹雄七子は大丈夫でした。マッチング中でした。
七子が今とんでもない条件を一緒にやることある。叩かれる条件出そうとしました。ツイッター漫画でバズりそうな条件で話しました今。顔は星野源って言ってた。あれも塩顔か。いるか。でもトリッピー神ムツは見てないですね。俺もあのね、俺なんだっけな、エレキ。エレキメインシャワーアーカイブ昇降機あたりうろうろしてたけど誰にも会わんかったよな。なんもない。どうも右側、右側一周回って、そう、右側一周回って誰にも会わんくてそのままボタン押しに行って。マジで私あのアーカイブラウンジ貨物で最終貨物だから一応右側うろうろしてはいた。あら。かしら。あでもまあ最後の方だから。あたりいたけど誰も会わんかったな。ん？どこって？貨物のあの貨物下あたり、ビデオカメラのところ。え、みんな右にいるなってことは、うん、貨物にいた首長が砂ザメファンキートータス？まあ僕最初アーカイブ脇で、アーカイブ脇でぐるっと右回ってエレキから登ってそのままミーティングまで。ああなるほど。じゃあその後ろを追う感じの軌跡ですね。うんうん。そんな感じがする。ああそういうことか。砂さんとファンキーって合いそうではない。ファンキーがど、ファンキーが逆、キッチンから廊下来てビデオカメラの前ところらへんだった最後。あじゃあえ次回でキッチンからビデオに行ったの。あえっ、ー、とねか ごめんあの地図をごめんわ忘れててあれなんだけど貨物の下の方がビデオカメラって言いたかった。 ビデオカメラのとこが、はい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 、ああそういうことか、はいはい、そう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 、弁当のあたり。まあだからもう少しで合う感じの砂ザメファンキー位置だったのかしら、うんうん、だと思うな。ほうなるほどね。ファンヤ生きてる、なるほどね、うん、ファンヤ生きてる、うん、ファンヤ生きてるね。生きてるよ。いやーもういいでも行くか。なんかここ3人湧いたね。ミュートミュート、うん、もうでも自爆いないってことなら、うん、そうやんな、ねえ、うん、多分、お自爆魔は終わり、終わり、そしてあと逃げ、逃げか、逃げがどっかにいるね、ねえ、あらあら、けでんか、怖いね、だ、お、だ、すげえ。え？どういうこと？何が？何で？ファンキー切られてるやん。すみません。ファンキーさん切られてる。定義執行されてる。すみません。暗闇で拳銃振り回してたら当たりました。わしもなんかポチってやったらなんか知らんけどゲームが終わったわ。定義執行。すごい。ああ、そのインポスターがいなくなっちゃったのか。そうそうそう。そういうことか。なるほど。わあ、相打ちだったのかな。あ、相打ちか、これ。相打ちですね。シェリフとファンキーさんが相打ち。おもろ。